はい、どうも皆さんこんにちは、エスレッドです。さて、今回の動画ではウィールアプリで2020で非搭載になる通常選手、キー以上の選手合計30人を一気にご紹介しようと思います。昨日ウィールアプリ2020の大まかな情報が出て、非搭載選手に関する扱いの方がはっきりと判明いたしました。で、今回僕が紹介するのはこの上から2つ目の矢印のところですね。2019で非搭載選手を持っている場合は、2020でスタンダード選手とランダムで交換されます。かつ交換されてきた選手は、最大レベルとしてチームに加入します。ただし、お客様ご自身でどの選手に交換するかを選ぶことはできませんということで、非搭載選手が、普通に搭載される選手と違うのは、引き継ぎ選手とは別でスタンダード選手として交換されます。このスタンダード選手のレベルマックスの選手は、チャレンジイベントにおいて参加条件を満たすなど、あとツアーのイベントとかですね、ボーナスが引き継ぎ選手より多い場合がありますとなっております。つまり、このスタンダード選手として交換される選手は、引き継ぎ選手よりも、イベントにおいてはかなり価値のある選手ということになります。さらに、非搭載の選手は交換だけではなくて、なんと契約更新チケットも10枚付与されるようです。ただこれ、選手1人につき契約更新チケット10枚なのか、または、1人以上所持している場合に契約更新チケット10枚なのか、ちょっとまだわからない状態となっております。はい、ということで、もうすでにツイッターとかにも結構発信してきたんですが、非搭載になる通常金以上の選手を、30人一気にご紹介していこうと思います。それで非搭載選手なんですが、ちょっとランクを分けて非搭載 ABC に分けたいと思います。まだ PS4 版のウィーレ2020も販売されていないため、代表に誰が選ばれているかとか、また夏の移籍市場まだ終わってないので、去就未定の選手はどうなるかなどについて、分けていこうと思います。まず1人目がドルトムントに移籍をしたマッツ・フンメルス選手になります。交換候補の選手としては、雷ではないセンターバックの選手ということになります。続いて金のゴールキーパー、アシージャス選手になります。こちらの選手は今シーズンは選手登録ではなくスタッフとして登録されています。そしてチェフ選手ですね。チェフ選手は今年で引退をしたので非搭載になります。センターバックバルザーリ選手、今シーズンで引退をしたので非搭載になります。トルコ代表未所属のトプラク選手、こちらの選手は1年以上代表に選ばれていないため非搭載濃厚です。そしてサンティティエンヌ所属のスポティッチ選手、こちらの選手はドイツの非搭載クラブに移籍したのでいなくなります。左サイドバックヨナス・ヘクトル選手、先日発表されたドイツ代表のメンバーにいなかったため、おそらく非搭載になります。続いてバレンシア選手、エクアドルリーグに移籍、かつエクアドル代表が偽名化ということにより非搭載になります。ポーランド未所属のウカシュピッチェク選手、ワールドカップを最後に代表引退をしたので非搭載になります。続いてルディ選手、シャルケからホッフェンハイムに移籍し、かつドイツ代表メンバーにいなかったので非搭載になります。エアトゥーレ選手、中国の2部リーグに移籍をしたので非搭載になります。すでに1月に行われたメンテナンス以降、獲得することができなくなっております。ヤシヌ・ブラヒミ選手、カタールのアルラーヤンというチームに移籍しました。 ACL にチームは出ていますが、夏に ACL に移籍した選手は非搭載となります。かつアルジェリア代表が偽名により、おそらく間違いなくブラヒミ選手は非搭載となります。スザイデル選手、 ACL のプレーオフで敗退をしてしまったため、来年は非搭載となります。リカルド・セントゥリオン選手、こちらの選手はメキシコリーグに移籍をし、メキシコリーグは搭載されていないので非搭載になります。ディジョン所属のナイム・スリーティ選手、こちらの選手は夏にサウジアラビアに移籍したため非搭載となります。ナニ選手、2月にアメリカの非搭載クラブに3年契約で移籍したため非搭載となります。またナニ選手は現在スカウト等で獲得することはできません。ベンフィカのジョナス選手、今シーズンをもって現役を引退したため、2020では非搭載となる模様です。アントニ・モデスト選手、ドイツの非搭載クラブに移籍をしたため、2020では間違いなく非搭載になります。ゼニトのココリン選手、こちらの選手は不祥事で今年の5月に有罪判決を受けてしまったため、クラブの方から解雇されたため、非搭載になる可能性が高いと思われます。コロンビアのテオフィロ・グリエレス選手、こちらの選手はコロンビアリーグがどうやら2020で非搭載になる模様で、かつ代表の方にも選ばれていないため、非搭載になる可能性が高いと思われます。そしてドイツのマリオ・ゴメス選手、ワールドカップをもって代表を正式に引退したため、ほぼ間違いなく非搭載になります。ここからは非搭載 B の選手になります。
代表枠次第によっては WE2020 で搭載される可能性はあります。ロマン・ビュルキ選手、こちらの選手は最後の代表招集は2018年10月となっております。ガブリエル・メルカド選手、こちらの選手はコパ・アメリカの候補メンバーまで残っていましたが、最終的にはメンバーから外れ、かつカタールのチームに移籍したということで非搭載の可能性があります。スロベニア代表のケビン・カンプル選手、こちらの選手の最後の代表招集は2018年10月となっております。アルゼンチンのマクシミリアーノ・メサ選手、こちらの選手はコパ・アメリカの候補メンバーまでは残っていましたが、最終的には落選したため非搭載の可能性は高いです。ボカジュニオスに所属していたパボン選手、こちらの選手はメジャーリーグサッカーに移籍し、かつ最後の代表招集が2018年9月なので、非搭載 B の中では最も非搭載の可能性が高いです。ここからは非搭載 C の選手ですね。マルセイユ所属していたラミ選手になります。こちらの選手は8月に突然解雇されました。詳しい理由は分かっていないんですが、メディアでは練習を怪我で負傷と言って休んだにもかかわらず、テレビ番組に出演していたことが後々発覚し、不適切行為としてクラブ側から解雇を命じられたというらしいです。フランス代表メンバーにもいないので、持ってる方は捨てずに取っておいた方がいいかなと思います。次にポルトガル代表だったマヌエル・フェルナンデス選手ですね。こちらの選手ロコモティフ・モスクワ退団し、去就が未定となっております。次にフェネル・バフチェに所属していたメフメト・トパル選手になります。8月24日現在、来年の去就の方はまだ分かっていません。そして最後にマルキージョ選手になります。こちらの選手は昨シーズンも非搭載となってしまったのですが、またしても非搭載となる可能性が非常に高いです。ゼニトを退団し、現在所属先は分かっていません。イタリアの一部リーグのブレジネというチームが獲得オファーを出しているみたいな話はあるのですが、今のところこのまま行くとマルキージョ選手は非搭載ということになります。はい、ということで今回の非搭載になる選手30人の方を一気に紹介させていただきました。表も一応出しておくので、よかったらスクショしてご自由にお使いください。それでこの非搭載選手どのぐらい集めておけばいいかなんですが、取って損することはないので、どんどん取っても構わないかなと思います。特にウィールアプリはまだ始めたばかりで、レベルマックスの選手が少ないという方にとっては、かなりお得な情報なので、非搭載選手の方を集めるっていうのは手なのかなと思います。ただウィールアプリは決して非搭載の選手を集めることが目的でやってるゲームではなくて、現実で活躍している選手だったりレジェンドの選手を集めるって試合に出すっていうのがやはりメインなんじゃないかと個人的に思います。とは言っても引き継ぎ選手だけだと、例えば一部のイベントにおいては、引き継ぎ選手が使えない場合があったり、あと引き継ぎ選手はレアリティが低くて、こちらでもらえるレベルマックスの選手の方が価値があるみたいなことは出てきます。なので個人的な意見なんですが、レジェンドプラス非搭載選手の合計をスカッドが組める18人以上にしておくのが、最低ラインになってくるのかなと思います。また FP の非搭載選手やレジェンドの非搭載選手の考察などについては今後の動画で紹介していくので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今回の動画は以上になります。最後までありがとうございました。